久々にびっくりしたの。とある会議で俺が AD 持って、ディレクター持って、臭ないですかって、いや、ディレクターの人がね、え、何そんな臭い、なんかほんこみたいな気がしませんって言うて、え、ほんま、もう鼻ふんふんふん見ながら俺のとこ見たら、あれ、なんかこの辺ですわみたいな言うの。俺のあたりやん。俺もう久々にドキドキしてもらった。靴裏見てうんこ見たらもうどんなにしようかな。あんな俺久々やわ、あの恐怖。俺ゆっくり見て何にもついてへんねん。よかったー思って。今時うんこなんかついてないでしょ。絶対つかんのはずやねん。だから俺もびっくりして。昔はあったで、うんこ踏んでもてること。昔は教室でちょいちょいやってん。もううんこ踏んで車乗ってもらった時とかもう最悪やったもん。いや、あったよね。何やった、分かれへんねん、どこか探してくれって。で、結局お前の鼻がおかしいんちゃうんかと。こんな俺に恐怖心を与えて。ああそうやな。じゃあ俺は何にも気づけんかって。ああじゃあ多分そうや。ものすごい音楽したじゃん、何すかこれって言うから、何だよな、分かれへんねん。あれ、いや、ドキドキしたよ俺。高さん踏んでません、なんかって。うわ、もううわーと。小学校の時のあのなんかもう嫌な。俺2回ほど人生なんて踏んだことあるからね。まあ俺も2回ぐらいあるわ。あるやろ、あん時の恐怖たるやん、もうたまらんやんか。うわー、松本くんうんこ踏んでる。さあもう、そうや、俺もう思い出したわ、ちょっとそれで。もうさあ、ええー、ねんけど、うんこ、ええー、ねんけど、じゃあ全然うんこの話しちゃうけど、ガキのね、ガキでほらロケ行くやんか。ロケも行くでしょ。いや行くでしょ。これも多分最近のこのあれなんでしょうね、お金の問題もあるんでしょう、制作費の。そりゃそうです。昔は多分この車何台か出してたと思うんですよ。はいはいはい。今なんかこのロケバスみたいなのに、あれ何人乗り、3、40人ぐらいぐらいのところにぎっちり1なんですよ。1時ですね。もう今はもうそんなん金がもうないですから、深夜なんて、ね、余裕がないんですよ。もうぎっちぎっちり乗ってるんですよね。これ冬じゃないですか。はいはいはい。もう窓もそんなの開けないですよ。で、はい、暖房がふわーっとなってるじゃないですか。で、ギッチギチですよ。はい、ギッチギチやなぁ、思って。はいはい、で僕なんか大体真ん中の辺乗るんですけど。はいはい。え？あれ？まさか。この状態でありえへんやろ。え？いや、この状態ではない、ないって言うてくれと思って。こわごわ後ろ見たら、うん、浜田タバコ吸ってる。うわー、もう考えられないでしょ。デリカシーなやろ、あいつ。あれまたね、あいつやらしいな。ほいで、あいつも分かってるね、これ、こんな中で吸ったら。分かってんのかな。分かってるけど、やめられへん。やめたらまたおかしいと思われるから、ここで浜田吸ってなかったみたいな感じで思われる浜田像が崩れるから。ここで浜田が吸ってることをええことにかしらんけど、遠慮まで横でこう吸ったりするんでしょ。これはあかんでしょ。これもふわーって。マジかよ、これ。なんか、窓開けるのも寒いやん。で、言うてもなんかスタッフもみんな乗ってるから、そんなにみんな喋ってないんですよ。シーンとした感じや。そこで俺がさ、タバコ調理するのも空気まだ、そういう意味で空気悪なるでしょ、もっと。まあないけど、偶然、今危なかったわ。ほいで？で、なんかもう、一応そこはもう我慢してたんですけど、腹立ってきて。わかるわ。腹立つやろ？あの子腹立つやろ、こんなとこで座んでもええやろと思うやろ。いや、しかもなんか渋滞に巻き込まれて1時間2時間高速でね、もう座ってもうて動けへんって言うんやったら、しゃがれない俺も気持ち分かるよ。分かる。だからね、やっぱ1、2時間タバコなしは吸う人にしたらきついやろ、もうさ、たかだか10分、嘘やなこれ。いや10分、15分やわ。15分、はいはい。お前しかもそ乗る前まで、際までどうせ吸うてたし、吸いたら吸うやろ。我慢できんのか。我慢できんのか。俺もうほんまびっくりしたもん。でもまた味わい始めた時に、俺はよそでタバコ吸う、横でタバコ吸うと全然気にならんけどなって言うてましたよ。どえらい発言を。ダメなことじゃないんですよ。あのバスの中にいろんな人が、もう女性も乗せてさ、ね、もうみんなもう何やねんと。デリカシーない。デリカシー。ダウンタウンはデリカシーないと思ってんだね。結局そうだ。ダウンタウンって嫌やわ。
で売ってるんですけど、やだろ、これもかけっぱしても気に入ってるよ、入ったら取ってまえって、わざとあいつに聞こえるって言うたら、たぶんあいつ聞こえてると思うんやけど、帰りはたぶん吸ってなかったと思うんだから。でも何にも知らんアホの遠藤は吸ってたけどね。それはもう遠藤がアホやけど、だからは、いや、ていうかね、まあ、こうはすったらあかんねん。先輩が一人でも制服してるから絶対多分そうなんです。それはもう関係なく多分、俺それの方がちょっと嫌や。まあそうやな、それは容疑やわ。あれ何なんですか、タバコを吸う人ね。まあ吸ってる時はだからもう麻薬ですね。麻薬はやっぱりそのだろうが吸いたい、自分にしか見えなくなるのも含めて麻薬なんでしょうね。もうマナーとかそっちよりもまずもう吸いたいっていう方が勝ってしまう、まさに麻薬の恐怖なんですよね。まあ同じこと言ってるだけでまあいいですよ。あれでもおかしいと思いません？タバコ吸ってるやつ、タバコの匂い全然分かれへん。普通逆やん。そんなにタバコ好きやねんやったら、なんかタバコの匂いするな、どこやタバコってならない。おかしい。でも吸いすぎて鼻の、あれ何やろね。あ、もう鼻が臭いねやろ。カレー好きなやつやったらカレーの匂いしたら敏感やん。いやでも毎日カレー吸ってたらなあ、おかしになるって。カレーの匂いしたら部屋がカレーの匂いやったら分かれへん。逆にいつも吸ってるから分かれへん。さあ服にカッチついてるでしょ、匂いとか。すごいやろ、すごいな。タバコ吸うとこ行って帰ったらものすごいやろ。自分髪がないからあれやけど、頭洗う時もあれ臭っと思うで。ああ髪が臭いで。そうか、ほんま口が臭いやろ、鼻臭いで絶対みんなあれ、タバコ吸ってるやつは。でも本人違うんないから、ないないない、そこまで人の服や頭に匂いつけてるって近くない。ない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 。びっくりしたもん、ね、びっくりしてた、ほんまにちょっと笑ってもんて。いやですね、丸尾さん、これね、うん、あなたが変わったっていうのもありますけど、世の中も変わったんですよ。昔はタバコ吸う人間の方が強かったんですよ。だから多かったし、当たり前のようにタバコ吸ったらそういうとこで吸わへん人間がおかしかったんですよ。だって吸ってへんのお前とお前とお前ぐらいやろ、あ、みんな吸ってねえから。いやもうコロンボなんて言ったらひどいよ、ずっと鼻くもって。そうでしょ、考えられへんようなシーンで鼻くも下に落としてんの。あかんあかんあかん、人落ちて、うん、刑事がよ。それはあかんあかん、考えられない。考えられで細かいチリ1個で解決したりする。お前の俳句はどうだって、ややこしいって。あほんまそれで乱れるやんか。言うてもタバコのことは。俺でも前にこれ初めてのこと言うたかもしれないけど、中野新橋の時に一列に並ぶ、まあ7人ぐらい入ったらいっぱいの定食屋に入って、俺がタバコ吸おうとしたら、えらい怪人が「もうタバコってええとかやで」へい、ものすごい怒られて、彼女おって「なあなあ」ごっつい声が出されて、やめたんやけど俺スーッとね。今やったらまあ吸われへんな。まず吸わない、吸わない、吸わないし、今やったらそこで吸ったらあかんなと思う。でもあの時代は吸ってええ時代やってんのな。今のラーメン屋でタバコ吸ってるの、うん、でもそれはだんだんもう人が飯食ってるでタバコ吸うならさすがにそれはあかんやなって。ほんま吸えん、だから時代が変わってきてるんですよ単純に。だから俺らも変わってるだけで、あの時代やったらギチギチのロケバスやん。それええやん、そこはギチギチはええやん。でそれ後ろでしょ、もう全部捨てるやん、冬上とか。ええやんか、相方が吸ったら息を吸えんねんから、バカええやんか。いやびっくりすんな。いやもうほんま腹立つね。いやあのさ、あなたがドロップ見たでしょ、品川の、はい、ほんならもう何やしゃんけど、俺の携帯に品川から何回も電話あったんですよ、うん、何やで電話したら、まあ、仕事中から始めた留守番で電話で、うんうん、また品川から入ってんすよ、ちょい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 、マッシーなーって電話して、あ、今電話したら電話して品川すんなかった、うん、どうした品川、どうしたんって言ったら、いやおじゃん、違うんですよ、ちょっとあの松本さんに映画を見ていただいたんですけども、うん、ちょっとまあそれの感想を松本さんに聞けないじゃないですか、なんか怖くてって、松本、うんうん、さんやったら聞
ちらっとなんか聞いてるから。聞いてるかな。それとなんか木村さんに言うたら、木村にね、木村さんに言うたら、なんか高さんと兄さんなんか喋ったみたいでみたいなことをちょろっと聞いたんですけど、ちょっと高さんに聞いてみようかな。で、ああ、でもデラックスで歌って、いやそれで、いやだから言われへんねん、あなたに、そういうことはもう向こうから出てけへんから。でもちらっと言うたら、あ、そうですか、あ、ほんならいいんですよ。それ聞いて、なんか聞いて、すごい気になるんですけど、いや別にゴールドインのこと言うてなかったから、別に普通に、あ、品川こういうの取りたかったんやなみたいなこと言ったけど、つって、あ、そうですか、ほならいいんですけど、なんかね、いや、だからもう、ジャンルが違うから、ジャンル違いやなと思ったんだから、俺が品川の映画を詰め込んで言う。あの立場にないっていう言うだけのことよね。そうそう、いやだからそれはもう彼はね、心配しまで松本からあどうやったっていうのもないからやな。いやもちろん個人的にはいろんな意見あって、映画見て意見は絶対出てくるわけで、ただその面白いは面白いないというよりも、ほらジャンルが違う、ジャンルが違うから、それを俺がとやかくなんか